そういやゆかりん最近会ってへんけどなんか知ってるあれ知らないのてっきり茜の方が頻繁にやりとりしてたと思ったのに。そりゃ大学の頃はわりかし近かったからよく遊んどったけど。うちの方が先に関東に戻ってきてもうたやんか。そっか。そもそもあいつあんまり連絡する方やないやん。ああそれもそうだ。じゃああの話何にも知らないのか。どの話よ。まずゆかりが励信せずに関東に戻ってきたのは知ってるああなんかフリーランスで食ってくって言うとったな。 なんか大学院の時まとめサイトのアフィリエイトで一発当てたらしくて。ええー。その広告収入と IT 系フリーランスで食いつないだろって関東に戻ってきたらしいんだけど。あいつらしいな。掲示板で対立煽りしてたのバレてサイト閉鎖に追い込まれたらしくて。アホやん。ただ一応ある程度の貯金はあったらしくてさ。ほん。だったら投資するかってビットコインに投資してたらしいんだけど。おいちょっと待てまさか。バブル崩壊で大損こいて貯蓄の大半がいなったってさ。最悪やん。 なんでそんなに綺麗なコンボ決めてるんよ。だから今普通の20代 OL 並みの生活水準だって。面白し地点まっとうすぎるやろ。まあでもお金に困ってるとかではないらしいよ。あいつ頭はバケモンレベルでいいからな。IT 系の仕事ならいくらでも取ってこれるやろ。あと顔ね。ゆかりの顔は絶対才能の無駄遣いやって。ひどいことを言う。だって基本あいつ引きこもりのコミュ障やんか。まあ。 外も出ない、他人に興味ない、恋愛する気もない状態で見た目が良くても使いどころさんがおるすやで。そうだね、もったいない。